イエスの五霊教会、イエスの御霊教会教団は、三戸富雄が代表を務める日本の宗教法人である。村井順によって提唱されたキリスト教系、宗教組織で1941年、昭和16年11月17日に、独立認可されたとのこと。自らカトリックでもプロテスタントでもないとし、一世紀、当時の初代教会と同じ信仰であると主張している。 宗教学上の分類では新宗教の流れに分類される。1990年代の調べによると、世界規模での信徒は、約42万人。正統派と呼ばれる、諸教派との大きな違いは、イエス・キリストは三位一体のこの威嚇であるという、教理ではなく、イエス・キリストが全能の神の本質であり、キリストの中にこそ父、子、 精霊の三つの威嚇が存在すると説く。という。これは三世紀に異端として排斥された、サベリウス主義とほぼ同一の神学であると見る説も、あるが、イエス・キリストの人間性すなわち、人なるキリストとして、この威嚇を認めている点で、サベリウス主とは異なる。三位についてはそれぞれ等、子、精霊の威嚇であるという点では正当派諸教派と、差異はない。 特徴的と言えるのが一体についての理解である。一体の部分のそれが何であるかを明確にしない限り、礼拝の対象が定まらず正しい信仰が得られないと、し、すなわちイエス・キリストがそれであると明確に示す。言葉を変えて言うなら、唯一の神の中に父、子、精霊の三つの威嚇が存在すると特三位一体論と比較して、唯一のイエス・キリストの中にこそ父、子、 精霊の三つの威嚇が存在していると特典に、距離的違いがある。歴史的に見れば、唯一心境という枠の中で、イエス・キリストの神聖を解こうとして、数々の経緯をたどって、神の定義を確立させながら成立してきたとも取れる三位一体論に、対し、この教団の教理は、神の本質がイエス・キリストであることを解こうとする。 逆説的方向から唯一信教とイエス・キリストの申請を成立させようとしたと見ることもできる。しかし、初代教会由来の伝統的教義を今も受け継ぐ、現代教会においては、これを三位一体論の一つの類型とみなす教派は少ないようである。また、ユダヤ教と同じく州の七番目の日として、土曜日を安息日とし、この日に正式な礼拝を行う。 土曜日は参加できない信者も多いため、日曜日も正解と少子ほぼ同様の形式での礼拝が行われいる。ユダヤ教の土曜安息日との大きな違いは、ユダヤ教の場合戒律として厳格に礼拝を守っているのに対し、この教会は神の恩寵として、神の恵みに預かるべく礼拝を行っている。つまりユダヤ教では礼拝を書けば罪を犯すことになるが、 この教会ではそうではなくただ神の恵みを受けたいが、ために礼拝を行うと得。よって、礼拝への参加は、神と各自の自由意志による。カトリックの教えの中には、偶像教、古代バビロニアの宗教から取り入れたものも、ありその部分に対しては、隠布的行為で呪われるべきだと見跡し、 プロテスタントは聖書を広く普及した功績があと、しながらも精神性を重んじるあまり肝心な霊性を失い生ぬるくなり、吐き出される教会にあると警告しているが、同時に同じく、キリストを信じる彼らのために祈るよう教えている。キリスト教の他の教派や、他宗教に対し、排他的だとの評価もあるが、牧師と信徒では、だいぶ異なり信徒レベルではむしろ寛容とも、 思えるほど抵抗なく、他教派や、他宗教の人々と交流をしている。牧師は、先の神官を一様に固く守ってはいるが教派との交流を閉ざしているわけではなく、対応は個人によってまちまちである。キリスト教福音派の牧師、小形守による著書、異端見分けハンドブックでは、異端とキリスト教の根本的な違いは、例の違いであるとし、異端は、精霊ではなく、 悪霊による窓足の教えであるとする。その聖句としてを挙げている。P12 でイエスの五霊教会を異端と明記し、P154 から160では、協議的問題点として、三位一体を否定する、信仰のの救いの否定、死者のための身代わり洗礼を行うを挙げている。カトリック教会の監督性に類似する監督政治を、教団全体として保っている一方で、 教団を構成している各教会は牧師一人主義として牧師が全権を所有しており、教団監督であっても各教会の牧会には干渉できないとする。このため牧会に関するある一教会の方針が教団の方針とは必ずしも関係がなく、むしろ各牧師の違いによる教会ごとの個性が多様化しやすい傾向にあり、教団の全体像が一般人には、 情報として把握しなくなっている。つまりそこで行われていることが、単なる一教会だけの方針に過ぎない場合が多く、それによって、教団全体が誤解を受けやすい面があり、各教会が巻き会場を独立している、このシステムの特徴とも言える。また、それが理由で教団を離脱した教会もある。財政面では、教団からの給与は一切なく、また、 各教会は他に財政的援助を骨内原則の下でそれぞれが自立して独立運営されている。宗教法人、イエスの五霊教会教団に属している教会と協理を同じくしながらも、主事の理由から、特に教会政治的理由から、教団側と対立し、教団を離脱した単立の教会もあるがそのほとんどが、脱げ後も名称を変更することなく、 イエスの御霊協会を名乗っているので、両者を見分けるためには牧師への確認が必要である。教団を離脱し、単立の協会となったものの中には、山陽イエスの御霊協会、上尾イエスの御霊協会、伊豆イエスの御霊協会、西日本イエスの御霊協会、若松イエスの御霊協会などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。